広島何も満喫しなかったよね。そりゃそうだね。この本当にこの球場に行けたっていうだけ。まあまあ球場は行って、まあ、行ったとしてもさ、具合悪い時に行くといいイメージ残らないでしょ。まあでも、入って具合悪かったけど、わここはやっぱり広島球場いいなと思ったよ。あ、そう、うん、広島球場っていうのは松田スタジアムか、松田スタジアムね、うん、いいとこだったよ。そうか、スターはね、ラジオネーム立川の、輪っか、輪っか、なんだこれ、獅子、うんうん、と申します、申します、うんうん、以前中央線の喘ぎ声、お、顔認証自販機の件でメール読まれて興奮しました、うん、顔認証自販機なんてあったけどね、うん、あったね。さて今回ですが、3連休を通してプロ野球オールスターを見に行きました。お、行ったんだ。そこでまさかの事件が起こりました、うん、広島まで遠征に行ったのですが、うん、売店で、うん、矢作さんとザキヤマさんを発見しました、うん、思わず声をかけようとしたのですが、僕も僕の友達もクソメンなのでビビって見守ることしかできませんでした、うん、私は西武ライオンズのファンなのですが、うん、小木さん、矢作さんは西武ライオンズのファンって本当でしょうか、うん、また昨今の野球女子についてお話しいただければ幸いです。おー、西武ファンでずっと、うん、小木矢作はそうだね、ずっとそうですよ、うんうん、やっぱり西武ファンですよ、うん、西武ファンのこれで当時やっぱり、うん、もうね、巨人なの全員、特に東京の子は。そうだ ね、まあ阪神もちょっといいの、やっぱりなぜかいるね、いるの、やっぱこれはいるの、うん、なんだけど、こうまあ俺たちみたいなさ、ちょっとひねくれてる人間っていうのはさ、みんなが巨人だと嫌なわけ、うん、しかも阪神行くのも嫌なわけ。そうだからパリーグに目をつけるんだよね。パリーグ行く、うん、その今みたいにパリーグっていうのはもうさ、派手な球団じゃなくてさ、超地味なの。大体パ・リーグの選手ってパンチパーマと口ひげだったもんね。いや、その時代ですよ、ね、本当に。松本兄弟のイメージだね。いや、本当そうだったよ。確かにみんなパンチで口、はいはい、口ひげだよ。それがパ・リーグだよ。そう、それがパ・リーグだったんだ。そうそう、職人って感じの。そうそうそう。本当にそんな感じだよな。でも本当西武だけがちょっと違ってたんだよね、だからね。なんかいろんなもう。なんかね、あとあの強い巨人を倒すんだよね。4盾を食らしたりね、食らわしたりしてさ、かっこいいんだよ、西武の野球が。かっこいい。そう。で、頭脳野球って最初に言われたようなチームなの。そうそうそう。そうなんですよ。で、小学生ながらあんまりそんなことよく分かってないんだけど、うん、なんか、スポーツなのに頭で西武は倒してるみたいな。そう。そういうかっこよさみたいに惹かれるんだよね。そういうところに、そうなんですよ。あれが最初だもんね。だからそういう頭脳とかはね、そうだよ、森さんとかね、もうその前広岡さんとかだったからね、うん、そう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 、アイディア機みたいなの走りだから、そうなんだ、そこでやっぱあの花のある巨人を倒すこの西武、うん、そう、これはねちょっとねたまんないのね、かっこいいんでね。そうなんだよ。ちょっとあの東洋の話してあげて。東洋の話、東洋のあのオールスターじゃねえ、日本シリーズの時の話。ちょっと待って、東洋のオールスター、だから必ず第一声出てくる話だよ。 あれかうん、東洋ってだから東洋リコちゃんね、リコちゃんのリコちゃん、お父さんは、石田純一さんの奥さんのね、東洋リコさんのお父さん、お父さんね、もう西武の大エースなんだけどさ、まあ俺が聞いたところの話によりますと、うん、日本シリーズって大体、うん、7戦あるわけだよね。で、うん、最初に4勝した方が、日本一。そうそうなんだよ、うん、だからそこにはね、他の球団とか他の人たちの日本シリーズって、うんうん、だいたいやっぱね、その4勝を急いで4勝取ろうとしたりとか、まあね、まあ4回勝っちゃえばいいんだからね。そうそうそう、スタートダッシュ決めたいよね。そうなの、うん、ところが西武っていう球団はですね、うん、7戦の中で4勝すればいいっていう考え。あ、かっこいい。かっこいい。そうなんです。焦ってない、焦ってない、焦って、7戦で 4つ勝てばいいだけなの。そうなんですよ。そういう単純な考えなの。4連勝する必要ないんでね。いらない、いらない、いらない、うんうん、でまず初戦、うん、初戦にですね、エースの東を必ず日本シリーズって投げるんですよ、投入するんですよね。なぜ東洋かっていうと、球種が多いの、まず、うん、シュートなの、カーブ、スライダー、うん、フォーク、ストレート、うん、そしてあれがいいの、あれ、コントロール、コントロールがめちゃくちゃいいの。そうなんですよ、うんうん、でね、それキャッチャーが伊藤星ですよね、うん、もう森さんの
隠し子隠し子じゃない森監督の隠し子のね、隠し子ね、もう秘蔵っ子のもう、ね、まあこれもデータで、うん、データでまあやるまあ推しですよね。まあすごいキャッチャーですよね。うん、でまずですね、その東翔がや第初戦に投げます。うん、第一戦。第一戦に。そしてそこでね、まあこういろんな球種を投げるんですね、うん、東翔さんは。うん、でそこでね、まあ打たれるとこにも投げちゃうんですよ。カーブとかシュート、まあそのデータ もちろん取ってんですけど、ね、試合前にリーグが違うからね、そこまでは分かんないけど、一応この選手はここが得意とか苦手とか、うん、そうそうそう、一応軽く持ってんだよね。持ってるデータ持ってんだけど、うん、そのデータをやっぱ裏付けるために、うん、やっぱ一応投げとくんですよ、うん、ここダメ、ここ打たれる、うん、でもうだから打たれて負けてもいい投球なんですよ、これは。うん、うん。だから得意なとこも投げちゃうからね。投げちゃう、投げちゃう。うんうん、で、そこは伊藤捕手が全部そこ計算するんだ。うん、あ、これ打たれんだ。これはダメなんだ。これはいい。うん、これは大丈夫だとか。うん、全部そこでね、うん、初戦でね、うん、全部そのデータ取っちゃう。データを取るための初戦なんですよ。そうなの。だから負けていいの。別にいいの。勝ちに行ってないの。負けるための東山の、これ。そう。そうなんだよ。そうなの。で、大体エースが初戦投げると次第4戦なんだよね。ね。1、4、7なんで大体。そう。もう一回出てくるわけ。うん、もう一回出てきたの東はもう誰も打てないんだよ、これ。これはすごいの、もう。そう。そう。2回目に出てきた東は誰も打てない。誰も打てない。まあ2戦目からもうデータ取ってるから、うん、もう結構まあ有利なんですけども、うん、それでもやっぱり4、7って東は出てくるから、うん、そこで4勝して勝つみたいな。ね、それがもう西武の野球なんですよ。これがもうかっこいいんですよね。かっこいいよ。そう、そうなの。俺それ聞いたの、東尾さんに、うん、その話を、うん、あの愛車演劇っていう番組に来てくれた時に、うん、今の荻の話を、うん、したらね、そんなことないよって。それショックだったなんだよって。だけど謙遜でしょ。まあ謙遜だね、うんうん、じゃあちょっと一曲いこう。いっちゃおう。リップスライム、ジャンプイズチャイ。やっぱり夏の深夜のリップスライムはいいね。夏っぽいね、確かに。やっぱりリップスライムですよ。メール来てますよ。ラジオネーム、みそにこみずぼ。小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは、はい。夏休みに初めて聞いているかもしれない中高生に、うん、西武の東尾トークをつける。さすが、さすが、メガネピーク。そうだね、忘れてた。忘れちゃったよ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネピーク。ただいまの自覚。自覚を持った方がいい、そうですよ。ただいま私、自覚を持ってお送りしております。そして、ただいまの時刻は1時27分37秒過ぎたあたりなんですが、TBS ラジオキーステーションにお送りしているということは、うん、前切れもない事実。事実でございます。そうだそうだ。ね。うん、そっか、うん。今日中高生が聞いてる可能性があるんだな。そうなんですね、うん。中高生の好きな話題っていうのもね。うん。まあちょっとじゃあ後でしていこうかな。はい。うん。うん、こういう一方、おじさん。はい。おじさんはね、なんか、うん、こういうメール来てます。ラジオネーム、ちゃま。はい。7月某日に家族で海水浴に出かけていたんですが、僕がいた海の家の自分の席の通路を挟んだ隣の席になんとおぎ一家がいたのです。うん。おぎさんに奥さんに娘のまるちゃん、うん、そして兄弟と親御さんと思われる人がいました、うん、最後に僕の父親が気づき、初めは似ている人だと思っていたんですが、次々に握手を求める人たちを見ておぎさんだと確信しました、うん、テレビのイメージと違い握手や写真